開発に30年かかった日本の技術、私たちがお茶の間で当たり前のように楽しんで見ているテレビ、そのテレビの開発は大正時代至難の業とされていました。その至難の業を成し遂げたのは一人の日本人技術者とその仲間たち。30年かけて見事に開発、世界初のテレビ画像はブラウン管の中にカタカナのイの文字が浮かび上がったものでした。今回はこの偉業を成し遂げた日本人たちの物語をご紹介しましょう。静岡県の浜松で教員をしていた高柳健次郎には大きな夢がありました。日本国民にテレビ放送を届け、家で歌舞伎を見られるようにしたい。高柳はこの信念を胸にテレビ開発に向けて行動します。しかし時代は戦争の最中であり、 GHQ からテレビ開発は電波兵器開発につながるため禁止されてしまったのです。高柳は職を失い路頭に迷いますが、この逆境に日本人技術者に火がついたといいます。大正15年、日本国民の多くは一つの娯楽に夢中でした。その娯楽が前年に開局したラジオ。毎日流れてくる音楽や小説の朗読を夢中に聞いていたという時代です。そんな中、静岡県の浜松高等工業高校研究室で前代未聞の研究が始まろうとしていました。それが手書きで紙に書いたイの文字を画面上に表示するという電子実験です。当時の技術では実現不可能とされ、極めて難しい実験だと誰もが思いました。これに挑んだのが日本人高柳健次郎、27歳の時でした。テレビジョン。実験に挑む2年前、高柳はフランスの雑誌を眺めていたところ、将来の空想図を目にします。そこにはラジオの音声と一緒にそれを歌う女性の姿が見える箱のようなものが書いてありました。空想の世界でテレビジョンといい、フランス語で遠くを見るという意味だと知ります。趣味が歌舞伎鑑賞だった高柳は、もしこのテレビジョンとやらがあれば、家にいながらたくさんの人が歌舞伎を楽しむことができるんじゃなかろうかと思い立ち、すぐに研究室にこもって研究を開始。高柳はこれまでの経験上、実験で使用していたブラウン管に電子を当てると光る特性があることを知っていたため、この方法で試したところ見事に成功。テストとして書いたイの字の映像が見事に浮かび上がったのでした。諦めない精神。高柳は風呂屋の次男坊で、決して成績は良くない子供でした。しかし諦めない努力家でもあったのです。教員になって以降も常々教え子たちに、諦めずにどんな難問にも立ち向かっていけば必ず答えは出ると教えていました。高柳はこの言葉を自分にも言い聞かせながら、テレビジョン用のカメラの開発に全力を注ぎます。鍵となるのはカメラの中で動く物体を捉える撮像感で、毎日毎日寝る間を惜しんで開発に取り組みました。それにもかかわらず、8年経過しても完成には至らず、これ以上ない高い壁として高柳の前に大きく立ちはだかります。昭和9年、アメリカから電子撮像管が開発されたというニュースが届き、いても立ってもいられなくなった高柳は4週間かけて渡米。開発したのは世界最大のラジオ会社 RCA 社、見上げるほど大きなビルの会社でした。そこで高柳は撮像管を開発する巨大チームを目の当たりにします。それぞれ専門分野の専門家が集い、部品を開発しており、自身との環境の差を痛感した高柳は、開発にはチームが必要と感じたのでした。帰国した高柳は早速、技官や学生、若者に声をかけ、約20名による開発チームを設立。
これからの将来は各々が得意とする分野を結集し目的を達成する時代だと説き、プロジェクトを開始させたのです。幻のオリンピック。昭和10年11月、プロジェクトがスタートして1年後には独自で開発した殺到感が完成。カメラに取り付けてテストしたところ、カメラの前に立った笑顔の研究者たちがブラウン管に映し出され、見事に成功。その日帰宅した高柳は長男のスグルにテレビジョンの将来性について熱く話し、それを聞いたスグルは心を躍らせたと振り返っています。昭和11年、日本放送協会の研究者が高柳の元を訪れ、4年後の1940年に東京でオリンピックが開催されます。それまでにテレビの開発を率いてくださいと依頼します。これを聞いた高柳は、開発当初に夢描いていた日本国民みんなが家で楽しむ娯楽が実現すると感じていました。そしてメンバー20名とその家族たちは浜松を離れ東京へと移り住むのでした。日本放送協会の技術者200名も加わり、その開発チームのリーダーとなった高柳は、まず何に力を注いだかというと、放送に耐えられるよう映像の精度を上げること。しかし当時その頃、日本は戦争の道を突き進んでいました。そして昭和13年、東京オリンピック中止が決定。プロジェクトは解散となります。その後高柳は海軍に徴兵され、レーダー開発を担当。昭和20年8月終戦を迎えます。焦土となった東京を呆然と歩く高柳は、テレビ開発の夢を捨てきれずにいました。しかし GHQ により開発は禁止。追い打ちをかけるようにレーダー開発に携わったことを問われ、失職するのでした。日本の力を集結させる熱意。高柳は単身で GHQ にテレビ開発の再開許可を直訴しに出向きますが却下。さらに職を失ったプロジェクトメンバーを雇ってくれる会社を探し歩く日が続きました。途方に暮れていた半年後のある日、高柳の熱意を汲んだ GHQ がテレビ開発の再開を許可し、おまけに日本ビクターが高柳も含めメンバー全員を雇用すると連絡が入ります。しかし日本ビクターは戦争の被害を受け、工場は壊滅しており、テレビ開発など到底無理な状況でした。そんな中、高柳は日本全国のメーカーに共同でテレビ開発をすることを提案し、メーカーの垣根を越えた前代未聞のプロジェクトに賛同した東芝や日本電機などが結集。昭和21年11月にテレビジョン同好会が発足しました。高柳は開発の役割分担を、日本ビクターは映像の精度向上、東芝は中継システム開発というように、各メーカーに割り当てて総力を挙げた開発を始めます。そして昭和26年1月に NHK は2年後にテレビ放送を開始することを決定。テレビ放送には受像機となるテレビの大量生産が急務となる中、一肌脱いだのが高柳の教え子たちでした。高柳の授業を受けていた若者たちが全国の電機メーカーでチームを発足し、受像機の製造に着手。ライバル関係にある同業他社を一つにし、高柳の熱意を授業を通して理解していた教え子たちが集まる。高柳の熱意が日本人の力を集結させたのです。その集結した日本人たちの力で開発を進んでいく中、印象的なエピソードがありました。家庭用受像機が放送に耐えられる程度の完成に近づいた時、衝撃的な事実が発覚します。それは何かというと、なんとテレビ基本特許がアメリカの RCA 社に抑えられていたのです。日本からすぐに交渉団がニューヨークの RCA 社に交渉に向かいますが、高柳は直筆で特許使用の許しを得るため一通の手紙を託します。交渉の場でその手紙を読んだ RCA の幹部たちは、
テレビ開発の父と呼ばれていた高柳からの直々の手紙ということに深く感銘し、特許使用を開拓。日本人高柳健次郎は遠く離れたアメリカでも尊敬される存在になっていたのです。テレビ放送開始。昭和28年2月1日初のテレビ放送が始まります。初の番組は歌舞伎で、歌舞伎役者を東京のスタジオに呼び大阪までテレビ放送を届けるというもの。午後2時の放送開始と同時に華やかな衣装を着た役者が受像機に映し出された瞬間、歓声が上がり、その映像と音声は遠く離れた大阪にも鮮明な状態で届きました。高柳は東京の自宅でこの放送を見ながら、30年前に日本中で国民全員が家にいながら歌舞伎を見られたらいいなと夢描いていた時のことを思い返していたといいます。初心を忘れず、その大きな大志を胸に夢を叶えた男。戦争や失職、 GHQ からの研究禁止という多くの逆境を乗り越え、絶対に諦めないと強い心を持ち続けた日本人の姿がそこにはあったのです。その日本人の名は高柳健次郎。日本の工学者であり、日本ビクター元副社長、技術最高顧問、静岡大学名誉教授、日本のテレビの父と呼ばれた日本人。随時更新中、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。開発に30年かかった日本の技術、私たちがお茶の間で当たり前のように楽しんで見ているテレビ、そのテレビの開発は大正時代至難の業とされていました。その至難の業を成し遂げたのは一人の日本人技術者とその仲間たち。30年かけて見事に開発。世界初のテレビ画像はブラウン管の中にカタカナのイの文字が浮かび上がったものでした。今回はこの偉業を成し遂げた日本人たちの物語をご紹介しましょう。静岡県の浜松で教員をしていた高柳健次郎には大きな夢がありました。日本国民にテレビ放送を届け、家で歌舞伎を見られるようにしたい。高柳はこの信念、すぐに研究室にこもって研究を開始。高柳はこれまでの経験上、実験で使用していたブラウン管に電子を当てると光る特性があることを知っていたため、この方法で試したところ見事に成功。テストとして書いたイの字の映像が見事に浮かび上がったのでした。諦めない精神。高柳は風呂屋の次男坊で決して成績は良くない子供でした。しかし諦めない努力家でもあったのです。教員になって以降も常々教え子たちに、諦めずにどんな難問にも立ち向かっていけば必ず答えは出ると教えていました。高柳はこの言葉を自分にも言い聞かせながら、テレビジョン用のカメラの開発に全力を胸にテレビ開発に向けて行動します。しかし時代は戦争の最中であり、 GHQ からテレビ開発は電波兵器開発につながるため禁止されてしまったのです。高柳は職を失い路頭に迷いますが、この逆境に日本人技術者に火がついたといいます。大正15年、日本国民の多くは一つの娯楽に夢中でした。その娯楽が前年に開局したラジオ。毎日流れてくる音楽や小説の朗読を夢中に聞いていたという時代です。そんな中、静岡県の浜松高等工業高校研究室で前代未聞の研究が始まろうとしていました。それが手書きで紙に書いたイの文字を画面上に表示するという電子実験です。注目を注ぎます。鍵となるのはカメラの中で動く物体を捉える撮像感で
毎日毎日寝る間を惜しんで開発に取り組みました。それにもかかわらず8年経過しても完成には至らず、これ以上ない高い壁として高柳の前に大きく立ちはだかります。昭和9年、アメリカから電子殺像館が開発されたというニュースが届き、いても立ってもいられなくなった高柳は4週間かけて渡米。開発したのは世界最大のラジオ会社 RCA 社、見上げるほど大きなビルの会社でした。そこで高柳は殺像館を開発する巨大チームを目の当たりにします。それぞれ専門分野の専門家が集い、部品を開発しており、自身との環境の差を痛感し、当時の技術では実現不可能とされ、極めて難しい実験だと誰もが思いました。これに挑んだのが日本人高柳健次郎、27歳の時でした。テレビジョン。実験に挑む2年前、高柳はフランスの雑誌を眺めていたところ、将来の空想図を目にします。そこにはラジオの音声と一緒にそれを歌う女性の姿が見える箱のようなものが書いてありました。空想の世界でテレビジョンといい、フランス語で遠くを見るという意味だと知ります。趣味が歌舞伎鑑賞だった高柳は、もしこのテレビジョンとやらがあれば、家にいながらたくさんの人が歌舞伎を楽しむことができるんじゃなかろうかと思い立ち、